長岡市の新年度予算案が今日発表されました子育て支援や米ミ発表プレイス未来へ長岡の整備を進めることで選ばれる町長岡を目指すとしています長岡市の新年度予算案一般会計の総額は1299億8700万円で今年度よりも1.5%減少しました 新たに低所得の妊婦に対して医療機関への受診費用を助成するなど子育て支援に三十七億三千万円を計上します。また今年七月に一部のエリアがオープンする米百俵プレイス未来へ長岡の整備費用などに二十八億六千万円を盛り込みました。新たなビジネスの拠点となることで若者の企業をサポートしたい考えです。 あらゆる分野で変革と人づくりを進め、選ばれる町長岡の未来へ踏み出す予算としたところであります予算案は、3月の市議会で審議されます。